ご視聴あざます。シです。ついの妄想劇場のお時間がやってきてしまいました。最近イキヤシが X の鍵を開けたのは、シがユタボンしたら堀口氏へと動画ネタを変えたことで焦ってシにネタを提供するためだと勝手に妄想してる自意識過剰なシです。今日もよろしくお願いします。ユタボン氏の父ユキヤシの最新ポストについてちょっと気になる点があったのでご紹介したいと思います。早速紹介しちゃいましょう。世間のやつらってバカだよな。鉄くずく思う笑い。平常運転じゃんって思った方、まだまだ甘いですね。このポストにはスイちゃんセンサーがビビッと反応しちゃったわけですよ。ただし今回の動画はちょっと上げ足取りな部分を含んだ上での妄想推測になります。真剣に受け取らずにエンタメ要素としてお楽しみいただけますようお願いします。先ほどの雪足のポストに対して語るために、まずはそれ以前の雪足とユタボン氏のポストを紹介しましょう。久しぶりに帰ってきた。子供たちにクリスマスプレゼント。しかし未だにピーしてるやつらはほんとおバカばっかりだな笑い。この寒いのになぜかなタンパンマンアイスを買って久しぶりに帰ってきたと思ったら、またどこか行けた親父。まあそれもどうでもいいんです。どうせそのうち帰ってくるのですから、言葉遣いは直そうね。それより失踪して消息不明の DJ 社長の方が心配です。無事でいてください。人生は勉強や。この寒い中にアイスを食べさせて、さらに寒くさせ、中学生にアンパンマンアイスのクリスマスプレゼントという沖縄ジョークの寒さ、さすが雪足といったところですが、ポイントはそこではなくて、もちろん表向きでの発言ということはスイの動画を視聴している皆さんはご理解いただいてると思いますが、その上でユタボン氏自身が反抗期だと言ってる通り、少しずつ父親に意見することが多くなってきましたね。ユタボン氏のポストが続きます。今日は俺が収録で通っているボクシングクラブ沖縄のお掃除、1年間本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いします。ユタボン氏、収録で通っているは必要ですか？例えばスイはいつも朝食を食べます、でもスイは週7で朝食を食べますとは言わないです。なんかこういうちょっとしたところに俺頑張ってるんやで、褒めてくれな、という下心を感じてしまうんですよね。実際は文章力の残念さによるところでしょうけど。ボクシングジムのお掃除が終わったので、ジムのみんなで焼肉。中里会長ありがとうございます。俺もっと強くなります。ユタボン氏、もっと強くなりますというのは、多少なり強くなった人が言うべき言葉ですよ。この辺に世間的な評価とユタボン氏の自己評価との乖離が見える気がするんですよね。というところでちょっと上げ足取りをしつつ、スイがここで本当に言いたいのはそこではなくて、あくまで表向きという前提ではあるものの、今までよりかははるかに前向きな発言が多くなってきたということです。少なくとも一般的な家庭においては、必要に敵を作るような発言は好ましいとは感じないでしょう。たとえ表向きだけだったとしても、ポジティブな発言が多くなってきたことはいい傾向だとは思います。そしてその上で改めて雪足の発言に戻りましょう。重複して申し訳ありませんが、もう一度お聞きください。世間のやつらってバカだよな。鉄くずく思う笑い。スイがこのポストのどこに違和感を覚えたのか、スイが平常運転だと感じる雪足のポストをご紹介します。ユタボン T が大絶賛している学校教育とやらはこれですか？恐ろしくひどい主張、スイでなきゃ見逃しちゃうね。その違和感の差は批判対象です。今まで雪足が主に批判していたのは PE です。つまり中村親子に対して批判的な意見を述べていた人たちに対して敵意を含めて発信していました。しかし今回の批判対象は世間になりました。つまり中村親子に批判的でない人たちも含めて批判をしています。これは何を意味するのでしょうか？皆さんご存知だと思いますが、ユタボン氏はここ半年で学校に通うようになりました。それによって表面的にユタボン氏の情報が入ってきているくらいの人たちからのイメージは改善されつつあります。それに対して雪足、表向きは学校に行きたければ行けばいいし、行きたくなければ行かなくていいというスタンスは取っているものの、その反面定期的に学校批判を繰り返してきました。つまりユタボン氏が投稿していることに対してリアルで快く思ってないのでは、というのがスイの推測です。雪足は高卒認定は取っているものの、実態としては中卒です。つまりユタボン氏に高卒になられると学歴で追い越されてしまうわけです。スイは雪足の発信する SNS の内容にかなりの学歴コンプレックスを感じているのですが、ユタボン氏に通学通学また高校進学をされると雪足の主張の否定に直結するわけですよ。ちなみに長女のアイリ氏は高校中退だそうです。つまり学歴としては中卒ですね。こういった背景を踏まえて雪足が批判対象を PE ではなく世間に変えた理由を推測しますね。ユタボンが学校へ投稿してるだけで称賛してるやつらってバカだよな。鉄くずく思う笑い。ユタボン氏に批判的な人に対して反論したいなら、今まで通り PE でいいはずです。であるならおそらく雪足も無意識的に使っていたとは思いますが、それでも世間という言葉を選んだとするところの意味は、ユタボン氏に賛同的な意見の人に対して言ってるとスイは睨んでます。ちなみに X だけでの調査ですが、雪足は過去にも世間という言葉を何度も使用してますが、いずれも批判対象としての使用ではなかったです。つまり批判対象として世間を使用したのは調べた範囲では今回が初めてです。さて改めて雪足はこの短いポストにどんな意味を込めて発信したのか。
事の真意は雪やしのみぞ知るところですが、少なくとも最近いた盆子が少しずつ気づいてきたいいイメージを打ち崩すには10分足りる悪質ポストであることには間違いないですね。そしてそれは親として子供のために絶対にやってはいけないことだと氏は思います。また、あおちゃんぺというインフルエンサーが、とある声優に P 外予告が出されたことについて批判意見を投稿していたのでご紹介しますね。ねえ、ネットでなんちゃらかんちゃらや脅迫する人にたどり着くと職なし金なし資産なしってこういうこと。だが申し訳ないけどこんなやつがひがみで PC 叩いてるっす。まるね、整形、足太い、とか書いてると思うとマジで全く悔しくないな。このポストに対して、ゆきやしがリポストしていたのですが、相変わらずなんちゃらかんちゃらに対してゆきやしは被害者側の認識なんですね。少なくともこのあおちゃんぺ氏のリポストの前後でピーと世間に対してバカと明確に批判してますし、実際のところは分かりませんが、世間的に雪谷氏のイメージは職なし金なし資産なしに当てはまってると思います。いや、思い出しました、思い出しました。雪谷氏といったらこの謎の被害者ムーブからの特大ブーメランですよね。雪谷氏、お帰りなさい。それでは雪谷氏の批判的な意見をユタボン氏がたしなめたことについて国民の意見を聞いていきましょう。その後にユタボン氏がまた直近で問題動画を投稿しましたので、そのことについて触れたいと思います。まずは国民の声をどうぞ。マッチポンプの確立という感じでしょうか。どこまでも子供を使ってお金を稼ぐことしか考えていないように個人的には思ってしまうのですが、まず父親がピーうんぬんといういつもの少ない語彙力で一生懸命炎上を演出させ、それを子供である彼が手ひどくこき下ろして見ている人たちの留飲を下げさせ、立派に育ったなと思わせて彼の収入に頼って今後も生きていくという方法を取り始めたんでしょう。父が火をつけ、子が消化する、これ以上ないマッチポンプですね。彼はもうこれまで誰も歩んだことのなかった道を行っている存在ではなくなりましたし、これまで義務教育というジャンルに革命を起こすつもりでやってきた社会実験を途中で終わらせてしまいましたし、今後何を革命していくつもりかは分かりませんが、すでにごく普通の一般的中学生でしかない彼に特別なものは何もないので、多くの一般人はすでに興味がなくなったようですけれども。すごく台本臭いですね。マズボンの誕生日会で家族一緒に出席して一緒に帰っていったということですし、雪足が久々に帰宅したというのは嘘臭いです。わざわざ報告アピールするのも違和感がありますし、ユタボンの父が消えました、それはどうでもいいんですかっていう報告も、どうでもいいのに何でするという違和感があります。父を下げてユタボンの株を上げる作戦なんでしょうが、だんだん露骨になってきましたね。大人になったとか立派になったとか、不登校したからこそみたいに言う人いるけど、不登校してない子でも当たり前の成長をしてるだけだからね。むしろ彼は成長が遅いくらいだからね。それどころか本当はナフミは前のままで注目を集めるための演技なんじゃないか疑惑もあるからね。ユタボンも青年革命家を名乗っている割には登校以前と精神的には変わらず全く成長の兆しがないし、文武両道宣言はどこ行ったのか、また有言不実行なのだろうか。今の時期は皆受験で大変な時期なのにくだらないことやっていないで自覚と責任を持ってもらいたいとは思う。言っていることと行動が伴わないこともあり、学校へ真面目に通って頑張っているいい子アピールも話題作りの演出である可能性は捨てきれない。未だに話持ったり嘘が多いから、まだ全面的に信じるのもどうなんだろうな。自分は信じたいですが、一方でやはり疑ってしまう気持ちもあります。普段素行の悪いものがたまにいい行いをすると、それがどんなに些細なことであってもすごくいいことをしたように見えてしまうというあれです。もしこれが父親の描いた絵だとすれば、やはり心理カウンセラーだけあって人の心がよくわかっているといったところでしょうかね。では改めてになりますが、ユタボン氏の問題動画についてです。 TikTok にてユタボン氏の動画が投稿されたんですが、おそらく自主削除したようです。その動画内容についてですが、場所はおそらくゲームセンターと思われます。そして18歳未満も遊戯禁止という掲示があるのを知りながらパチスロ台をプレイするというものです。ユタボン氏のアカウントに動画がアップされている異常動画撮影者もグルだと思われますが、撮影者がユタボン氏にこれやったらダメですよと促すと、それってあなたの感想ですよねと反論してプレイをし続けるという内容です。ネタバレをすると、実際にプレイはしていませんでした。プレイしているように見せているだけです。ですが水のチャンネルでも何度も言ってますが、そう見える時点でアウトです。数ヶ月前にも真剣を振り回している動画を YouTube に削除されてますが、退位補された様子がないので、おそらく法的には問題なかったんでしょう。でもその時も第三者から見て問題があると思わせる動画だからこそ YouTube 的に削除されたんです。今回の動画も同じ、旗から見てダメでしょと思わせる動画の時点で、実際にやってなくてもダメでしょ、撮影者は声を聞く限り雪足ではなさそうでしたが、その撮影者も同罪。改めて青年革命家になったユタボン氏、全く成長できてないことがわかる動画でした。でもってユタボン氏、相変わらず勉強している様子が全く見られませんが、ビジネス投稿はいつまで続けるご予定で？今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。